荒川明の陶芸ギャラリーの荒川です。今回は焼き物講座10といたしまして、天目茶碗、その歴史、種類と形の分類を説明いたします。天目茶碗はですね、日本の茶道の原点になるかと思います。それはですね、鎌倉時代に栄西禅師がですね、天目山の禅宗のお寺に修行に行きました。向こうではですね、お茶、喫茶法を学んだりですね、禅宗を学んだりしまして、鎌倉時代の初期に日本へ帰ってまいります。その時にですね、茶飲みとそれから茶碗を持ち帰ります。それが黒い茶碗だったもんですから、それから天目山から持ち帰ったということで、天目茶碗と日本では呼ぶようになりました。ただですね、天目山は浙江省です。そのお隣にですね、福建省の県庁があります。栄西禅師がですね、持ち帰った、お抹茶茶碗は県庁で作られたものではないかと言われております。当時ですね、12世紀から13世紀、県庁で盛んに作られました。どんなものが作られたかというと、一番有名なものは曜変天目茶碗です。これはですね、国宝が世界に4つあって全部日本にありましてね、国宝になっております。まあ一番有名なものはですね、清華堂の曜変天目茶碗、稲葉天目と言いますね。それから、まあ、ゆとき天目とか野木目天目とか、まあ、こういうやつがあります。県用で作られた茶碗ですね、山っていうのはね、ちょっと小ぶりな茶碗という意味なんですが、それを県産と呼びます。もう一つですね、その時代に、有名なものとしては、隣の江西省の吉州窯、ここで、作られたものがですね、太妃天目と言います。これはですね、太妃天目茶碗は日本ではですね、花の絵の文様のある太妃天目茶碗が国宝になっております。まあ龍の文様とか梅の文様とかね、そういうものがこう表面に出てるわけですね。これを太妃山と呼びます。まあこれがですね、天目茶碗の二大的なものですが、私はですね、ここに、このようにですね、茶碗を持ってるわけですが、私はですね、陶芸を始めるのはコレクションから始めました。ですからですね、焼き物の骨董商の免許も持っております。まあ、そういうものを活用しながらですね、私の参考としてこのようにですね、まあ今から800年前、12、3世紀の県庁と、ね、県産と大産をこう集めております。まあ曜変天目は世界にね4つしかありませんのでね、私は持っておりません。まあね、他人が持ってるものをねこうやって撮影するわけにもいきませんので、今日はですね、実際に私が持っている、こちらの茶碗ね、ゆてき天目ね、のぎめ天目、それから、龍門、梅門ね、
こういうものをですね、今から説明しながら撮影したいと思います。中国の地図ですが、ここが台湾です。浙江省というのはここですね。天目山はここに、あったですね。それから、ここが賢州で、賢陽県側はこの辺ですね。ここは福建省になります。それからここが江西省、この部分がですね、紀州釜、太平天目を作ったところですね。まあ福建省と江西省は隣同士、賢州ね、ここで、天目茶碗ですね、湯滴天目とか陽変天目とか、こっちが太平天目、龍の文様とかね、梅の文様とか、そういうものが作られたところです。ここが県陽になります。この周りですね、周りに、いろんなこう釜のあれがありますが、この県陽がですね、非常にですね、12、3世紀、発展しまして、そうしましたらね、この周辺の方がですね、これは後からね、また作品見せますが、宝剣山というね、剣釜の作品をこうモノマネした、まあ、そういう作品をこういう周りで、作ったということですね。50年ぐらい、の差があります。それでは、中国のですね、これは南宋の時代です。湯滴天目茶碗ですね。12、3世紀、これがですね、油の浮いたようにということで、細かい湯滴が出ております。同じように、これも湯滴天目です。やはり、12、3世紀の賢陽の作品ですね。まだこういうところにですね、プツプツがですね、これが縮まるともうちょっと小さいですね、こう膨らみのないような湯滴になって、いきます。賢陽の作品の特徴はですね、高台が、まず、平ら、それから、このようにですね、茶色もしくは紫っぽいような褐色の土肌です。で、ここにですね、こういうように釉薬がこう流れてくるわけですね。これは湯滴天目です。次は野木目天目茶碗、12、3世紀ですね。土豪湾とも言います。これの釉薬がですね、こう流れて、ウサギのですね、毛のようだということで、土豪湾と言います。この線はですね、釉薬をここまでかけるというような、まあ、削りの一つの目安、釉かける目安にということで、まあ、こういうような削りをすると言われております。私はもう一つ土豪湾を持っておりまして、
ちょっと色合いが違いますが、こう流れ具合がよくわかるかと思います。次はですね、先ほどちょっと言いました、宝剣山ということです。中国の宋の時代、南宋の時代からですね、蒙古が攻めてきて元の時代になります。先ほどの建陽の作品から比べると50年ぐらい後ですね。で、これはですね、まず土が違います。土は白っぽいですね。それで作りはまあどちらかというと雑です。いわゆる一般民衆の方がですね使うように大量にまあ生産されたものですね。建陽のものはピシッと左右対称でピシッとしておりますが、この宝剣山というのはですね、作りがちょっと良くないということですね。まあそういう違いがあります。次はですね、高彩省吉州窯、中国ね、高彩吉州窯、南宋です。高彩省です。大碑天目茶碗ですが、これは巻草紋茶碗ですね。12、3世紀。こういうようにですね、文様があります。で、この文様はですね、紙を切り抜いて細工してですね、それをここに貼り付けて、それで釉をかけると、先に、この黒い釉薬をかけて、それから、紙を貼り付けて、でこの白い釉薬をかける。そうすると白い釉薬のところがこういうように文様に、なるわけですね。非常に繊細に、作られております。でもう一つの特徴はですね、この裏側の方ですが、このように斑点の文様になっております。これはですね、中国のうずらの鳥ですね、その文様に似てるということで、まあ、このようにね、大碑天目って名前がついております。土はですね、非常にですね、白くてですね、割とこう柔らかい感じがしますね。はい、次は、梅の文様ですね。大碑天目梅枝紋茶碗、12、3世紀ですね。吉州窯のこの大碑天目はですね、梅とか竜っていうのが有名です。これは梅ですが、このようにですね、枝があって、それで、この花が咲いているという文様になっておりますね。裏側はやはりこのように、斑点のうずら文様になっております。非常に繊細ですね、薄くて繊細にできております。もう一つね、大碑天目はね、やはり龍の文様ですね。雲郭文様、龍と雲ですね。非常に美しく龍が描かれております。この真ん中にあるのが、これは雲のイメージですね。
後ろは同じくこのようにうずら文様になっております。私はもう一つですね、これは鳥の文様ですね。まあ鳳凰とかですね、そういう文様も太秘天目は有名です。これはまあ鶏でしょうね。まあ、太秘天目はこのようにですね、すっきりしたね、朝顔型っていうかね、こういう形態と、わずかに、こういうようにですね湾曲してる形と両方あります。それでは天目茶碗のですね、名所ですね。天目茶碗の代表的なものはですね、ここに、こうへこんだような、ところがこうあります、ここを側溝部門というんですが、それからここですね、この腹部で、ここのところに削りの線が出てまして、まあ、U はここの辺までということで、まあ、U がこういうところにちょうど止まってるっていうのが多いです。で、浅い高台ですね。高台がちょっとこう浅いという、まあ、特徴があります。形の種類ですが、側溝腕。これはですね、この口の部分がこうへっこんでいる、茶碗ですね。まあ、こういうようにですね、ここの部分がこれのようにちょっとこうへっこんでおります。まあ、この側溝腕っていうのがですね、一番茶碗の天目茶碗では多いものですから、まあ、こういうのを天目型なんて、通称言っております。まあ、こういうところね、ちょっとすっぽん口なんて言い方もいたします。次は電光腕ですね。これはですね、この口の部分がですね、ややこう内側にこうちょっとこうなってるという形ですね。ちょっとこう内側にこう入っているとかですね、こういう形とか、こういうようにですね、ここの部分がこう内側にこう入っている天目茶碗、これを連光型と言います。連光型、内側にちょっと回って、今度はへっこ型。これはですね、この口がこう開いています。これも結構ありますね。ラッパ状に開くという感じですね。ラッパ状に開く。こういうようにですね、外側にこのようにこう開いていく、天目茶碗ですね。これをへっこ腕って言います。次はですね、これはね、昇降って言います。
昇降庵。これはですね、かすかに、こういう直線的なもの、もしくはかすかに弧を描く茶碗でして、非常に大体は基本的には浅めになります。まあ、特にですね、対比天目ですね、対比天目、このようにですね、横から見るとこうスキッとしてる、形ですね。こういうのを昇降型と言います。もしくはですね、やはり対比天目ですが、わずかに、ちょっとこう口のこの辺りがこうちょっと曲線になっている、この形を昇降型と言いますね。側降庵、連降庵、ね、壁降庵、昇降庵、この4つに、形が分類されます。それではね、この釉薬はどうなってるかですね。まあ兼用の天目茶碗の釉ですね、計算60から63、酸化アルミ18から19、酸化カルシウム5から8、酸化カリウム 0.3、酸化マグネシウム 0.2、リン酸 1% 以下、酸化チタン 0.5 から 0.9、酸化マンガン 0.5 から 0.8、酸化ナトリウム 0.1、酸化ダイン鉄5から8、黒っぽい色になるにはですね、この酸化マンガンと酸化第二鉄が大切です。これがですね、黒くなるわけですね。それからどのような釜かというとですね、龍釜、まあ日本では蛇釜と言いますが、山にですね、斜面を半分掘って、半分上に土をかぶせて13度から20度ぐらい、それで、還元煙というね、焼き方で焼きます。これはですね、丹波、笹山、あちらの丹波焼きなんかもですね、そんな焼き方をします。焼成は1300°C、 非常に高い温度で、約70時間を還元というね、薪をたくさん放り込んで、炎がいっぱい出てる状態で蒸し焼き状態にしますね。それから、70時間経ってからですね、火はそのままつけて、鮮度まで20時間、こういうのをですね、冷却還元と言います。薪を蒸しながら冷め、鮮度まで下げると。まあ、このやり方はですね、私はしの焼きですね、しの焼きを薪窯で焼くときもですね、こういうようなね、焼きながらゆっくり下げる、もしくはガスとか灯油窯でも私焼くときにですね、この冷却還元っていうのをやります。そうするとしのは白くなりますね。まあこういうやり方で、剣天目茶碗は作られました。天目茶碗の使い方ですが、天目茶碗っていうのはここの高台が小さいわけですね。それで、このようなですね、天目台ってこれ言います。天目台の上に乗せてですね、ここにこう手で触らないように、こういうようにこうお茶を出すという使い方になります。ですが必ずですね、こういうような天目台というね、台が必要になります。そういう使い方をいたします。他のね、お抹茶ジャンのねやり方とちょっとそれが違うところですね。私もですね、今までのですね、中国の天目を参考に、独自の天目ジャンを作りたいと思っております。これらはですね、このようにですね、釉薬の、実験を、独自の釉薬を
自分で考えて作り、こういう実験をしまして、で独自の天目茶碗を作っております。それらがこちらにですね、ちょっとこう展示しておりますが、いろんな天目が茶碗があります。それぞれいろいろですね、自分で、これはオーロラ天目とか、これは群青天目とか、あかね天目とかいろいろ言っておりますが、またここら辺の話はですね、次回荒川明の天目茶碗作りというので、やりたいと思います。